千葉港は、千葉県千葉市を呼び、船橋市を、尾本市、市川市、奈良市の市、市原市、袖ヶ浦市にまたがる、港湾法上の国際拠点港湾である。高速法上の特定港に指定されており、日本三大港湾、日本三大貿易港に含まれる。港湾管理者は、千葉県。京洋工業地帯の拠点港であり、貨物取扱量においては、 全国第1位、世界第6位の実績を持つほか、貿易額及び、入港船舶総トン数は、全国第4位、入港船舶席数は、第6位、港湾空間規模は、日本一である。日本屈指の工場夜景都市として、日本八大工場夜景、日本十一大工場夜景に選定されている。千葉中央港旅客船三橋の隣接地には、 旅客ターミナル等複合施設、ケーズハーバーが整備され、港オアシスに指定されている。千葉港のシンボル、千葉ポートタワー、東京湾オーブにあり、北は市川市より、南は袖ヶ浦島で海岸線の総延長約 133km と、京葉工業地帯のほぼ全域にまたがる、国際拠点港湾である。港湾空間規模は、日本一であり、 国内最大級の貨物取扱量をはじめ、貿易額入港船舶総トン数、入港船舶席数などにおいて、日本を代表する国際港として日本三大貿易港の一つに数えられる。日本のほぼ中央部に位置する東京湾の湾央部に位置し、その海岸線延長は約 133km に及ぶ。広廃地には、 政令指定都市及び県庁所在地である、千葉市、中核市最大の人口である、船橋市、50万都市の市川市のほか、市原市、奈良市の市、袖ヶ浦市の、計六市が所在し、これらの市の人口は計約260万人であり、大規模証券における拠点校として発展している。1954年7月1日に、 国際貿易港として関税法の開港に指定され、その後、1965年には特定重要港湾に指定。1968年の千葉港の港湾区域拡張により、地方港湾であった船橋港が千葉港に編入され、その結果、千葉港は六市の地先水面を港湾区域とする大港湾となり、現在は、 約24,800ヘクタールと日本一広い水域面積を有している。さらに2011年4月には国際拠点港湾に指定された。港湾に係る基幹産業として発電所、製鉄所、製油所、造船所のほかコンテナターミナル、物流センター、LNG 基地、石油コンビナートなどを有する。千葉中央地区の福都は、 JFE スチール、東日本製鉄所の企業城下町となっている。周辺には、ハーバーシティ、ソガなどの大型商業施設や、ジェフユナイテッド市原、千葉のホームスタジアムである、福田電子アリーナなど、千葉北部地区の幕張新都心と同様に、ウォーターフロント開発が著しく行われている。港湾整備として、共振観測を継続的に実施し、 耐震強化岩壁の整備が進められており、災害時には緊急物資輸送の役割を担う。保安措置としても SOLAS 条約に対応した不当保安規定が承認されている。また自然的環境を整備または保全について定めた港湾環境計画を策定しており、港湾環境整備施設として千葉ポートパーク幕張海浜公園、 船橋港浸水公園、袖ヶ浦海浜公園のほか、総延長4320メートルの人工海浜など、自然再生事業の展開を積極的に行っている。近年では、マリーナ施設の整備や千葉中央、港旅客船3橋の供用を開始し、一帯は2018年3月24日に、港オアシスの登録をしていて、港オアシス千葉港として、 代表施設である、ケーズハーバーを観光の拠点施設として、海辺の魅力発信や賑わい創出に取り組んでいる。本港の正式名称は、千葉港であり、千葉港は五独である。JR 東日本、千葉都市モノレール、千葉港駅においても、1986年に本国有鉄道京葉線の、千葉港駅として開業しており、 千葉港との誤読を防ぐため、駅名表や方向幕などでは、当初から千葉港と表記されることが多かった。さらに1992年には、正式名称も千葉港駅に改称している。また、千葉県立千葉高等学校、千葉市立千葉高等学校などの略称、千葉港としても混同しやすいため、各高等学校の通称にて混同を避けている。講義の 千葉港は、千葉市、船橋市、市川市、奈良市の市、市原市、袖ヶ浦市にわたる、港湾法上の国際拠点港湾もしくは、高速法上の特定港に指定されている範囲を指す。競技の、千葉港は、千葉中央ふ頭及び千葉港駅周辺地区を指す。駅名からも、周辺地区の名は一括して、千葉港と呼称され、安く、 千葉市公式ホームページなどでもたびたび使用されている。千葉港桟橋、税関や検疫所が入る千葉港湾合同庁舎、千葉ポートタワー、千葉ポートパーク、結婚式場など、港湾、浸水施設が集中している。中央港は、千葉市中央区の地名であり、1967年に、起立。千葉港からさらに、東京湾に近づく場所に位置する。 埋め立て地であったため、元となる地名は存在せず、海の玄関口として、中心的な地域であったことから、中央港と命名した経緯を持つ。港湾施設が集中する千葉中央不動のほとんどを含んでおり、さらに千葉港駅の所在も中央港である。千葉市中央区には、千葉港という地名がある。1970年に起立。 千葉港駅の東口に位置し、元は千葉市に行った町、新宿町一丁目、中央港の各一部。昭和に入って、地域に編入された埋め立て地。地名は千葉港の中心的位置にあることから、港の玄関口として千葉港を採用したという経緯がある。この地区には千葉市役所。 東京出入国在留管理局千葉出張所、港公園などがある。千葉港には、千葉港区と、くず南港区の二つの港区があり、千葉港区は、千葉港を拠点とし、姉ヶ崎港を有する市原市、袖ヶ浦市に展開している。くず南港区は、船橋港を拠点とし、市川市、船橋市、奈良市の市に展開している。千葉港湾範囲には、 漁港や釣り場として指定もしくは故障されている港もあり混同しやすい。農林水産省水産庁による港湾範囲において漁港に指定されている港は市川港が第一種漁港に指定されている。その他漁港として船橋漁港、釣り場として袖ヶ浦港などが一般故障されている。港は千葉港区。 活南港区合わせて11地区に分かれている。また、千葉港区は高速法上に区分けされている。国連欧州経済委員会が制定している開港コードは以下である。第三管区海上保安部において AIS による目的地コードには千葉港、船橋港、姉ヶ崎港のコードが用いられているが、 船舶の動線状態を取得するサービスである、マリントラフィックではさらに、市原港、奈良市の港が追加されている。拠点港、千葉港所在地は、千葉県千葉市中央区中央港千葉中央地区、周辺高速法上の、第1区、第3区及び外港。同地区は、千葉港発祥の地であり千葉港区の拠点港、千葉港を有する。 水深12メートル岩壁3バース、水深10メートル岩壁5バースが整備されており、千葉中央埠頭では、主にコンテナ貨物と完成自動車貨物を取り扱っている。コンテナターミナルは、千葉港の商工的機能の強化を図るため1994年6月に、開設、ガントリークレーン1機で共用していたが、1997年3月に、 さらに一気増設し、現在では二気体制となっている。千葉中央地区のデズフ島では、主に老老船貨物を取り扱っている。のずみ場には、製材や鉱材などが保管されている。千葉中央フ島及びデズフ島には、耐震強化岩壁が一番数ずつ整備されており、大規模災害時には緊急物資の輸送を担う。千葉中央不島の西側は、 専用岩壁で構成されており、各種加工工場や流通基地が立地し、背後に立地する食品業者や LPG 基地によるジェット燃料などが輸入されている。同地区には港の玄関としてふさわしい景観と浸水施設及び港湾緑地として千葉ポートパークが整備された。この一角には県の人口が500万人を突破したことを記念して、 千葉港のシンボルとして建設された高さ125メートルの千葉ポートタワーがある。さらに千葉、港三橋、ケーズハーバーなど客船ターミナルとして人々の憩いの場や賑わいの場として整備している。また蘇我寒川緑地においても近隣の商業施設とともに賑わいの場となっている。千葉北部地区周辺高速法上の第5区。 幕張新都心や海浜公園が立地し、県内外から多くの人々が訪れる地区となっている。幕張新都心は総面積522ヘクタール、就業予定人口15万人、居住予定人口3万6千人。業務研究、教育文化、商業、住宅などの諸機能が計画的に廃され、環境デザインの描き出す街並みはこれまでの日本にない。 新しい都市と未来への発展にふさわしい都市を作り、マリンリゾート施設など、ウォーターフロントとしての機能も加わることによって、さらに多様な人々の集積を目的としている。全面の水際線には、日本一長い人工海浜が整備され、海水浴やウィンドサーフィン及び、漁業水域として利用されている。今後の計画として、 統合型リゾート導入可能性の検討予定や、会場空間を用いたドローンによる、宅配の取り組み、JFA ナショナルフットボールセンターが、幕張海浜公園内に竣工予定である。高速法上の第2区。千葉南部地区には大規模製鉄所や、火力発電所などが立地しており、それぞれ専用岩壁が整備されている。拠点港、姉ヶ崎港所在地は、 千葉県市原市姉崎海岸、五位、姉崎築上空写真、住友化学などが立地し、原材料の輸入や、製品の積出しが行われている。市原市の石油コンビナート地帯にあり、公共の岩壁では、砂利、砂、金属くずなどが取り扱われている。また、造船所や、鉄工業、電気機械業が立地し、専用岩壁で原材料の輸入や、 製品の咳出しが行われている。この地域には、京葉臨海鉄道が付設されていることから、発電所で使用する大型トランスのようなトラックでは、輸送困難なものも、鉄道で輸送されている。石油化学工業が多く立地し、石油コンビナートを形成しており、専用岩壁が整備され、原材料の輸入や、製品の咳出しが行われている。 千葉港の南部に位置し、水深7.5メートル岸壁3バース、水深5.5メートル岸壁12バース、水深4.5メートル岸壁5バースなどが整備され、砂、砂利、非金属鉱物の積み下ろしに利用されている。拠点港、船橋港所在地は、千葉県船橋市浜町初代海上自衛隊、採氷艦、白瀬 AGB5000 に船橋市塩見町、市川市。 東浜の埋め立て地に位置しており、総面積は133ヘクタールある。水深10メートル岩壁5バース、水深7.5メートル岩壁11バースなどを共用しており、公共岩壁の主要貨物は、金属くず、鉱材、砂、砂利貨物となっている。岩壁の背後の望み場では、これらの貨物が主に保管されている。また、 海浜公園が整備されており、港湾緑地による親しみある場所となっている。全面の海域には大規模な干潟である三番瀬が位置している。また、東側に位置する日の出布島には、船橋ボートパークが位置し、プレジャーボートなどが係留されている。勝南東部地区には、鉱材業者や港運業者、食品業者、自動車関係業者などが立地しており、 これらの企業が扱う完成自動車貨物などが専用岩壁で取り扱われている。公共岩壁では砂、砂利貨物などの取り扱いを行っている。船橋東ふとは船橋市高瀬町、浜町にあり水深7.5メートル岩壁にバースの耐震強化岩壁が整備され供用中である。また、 水深6.0メートル岩壁5バースが整備されて、おり鉱材などを取り扱っている。日の出埠頭は、船橋市日の出、港町にあり、水深5.5メートル岩壁5バースなどが整備されて、り砂、砂利、麦類などを取り扱っている。市川市塩浜一丁目の埋め立て地に位置しており、水深5.5メートル岩壁2バースが整備され砂、砂利、 鉄鋼などの取り扱いに利用されている。鉱材業者や物流センターなどが立地する、物流拠点となっている。千葉港の起源千葉市内を流れる宮古川、鎌倉時代には、千葉常営が1126年に、井の花に館を構えており、宮古川周辺は、井の花城市として栄え、下佐国の地方船着き場として、宮古川加工、下佐国の、 港として利用されていたことが起源とされている。下宇佐国の港から西へ東京湾を渡った相模国金沢の商名寺には鎌倉時代の千葉寺や千葉市の大日寺で書者された仏教関係の文書が多数残されている。千葉寺は千葉の町並みの南に位置し奈良時代に創建され平安時代末期の図塚がある古刹で大日寺寺は 町並みの北端に一市千葉市の墓所があった寺院である。千葉の寺院で移された文書が東京湾対岸の照明寺に多数残されているのは僧侶が東京湾の水運を使って相模国と下佐国の間を頻繁に往来していたためと考えられる。室町時代の千葉の様子を伝える千学習章には有気浦という港の名で残されている。勇気浦は 源平島上陸にある説は、結城浜の戦いがあった場所でもある。結城浜近隣に位置する宮古川河口の入り江付近にあり、下宇佐国の市場と宮古川で結ばれ、室町時代の千葉の港としての役割を果たしていたと考えられる。船橋浦と、上りと浦の発展、葛飾北斎が、富岳三十六系より、東浦江戸時代中頃から、 成田山新勝寺の参詣が盛んになるにつれ、江戸と下宇佐国を呼び、和佐国、安房国方面を結ぶ主要な道である桜街道は成田街道と呼ばれるようになり、その中間に位置する船橋塾は交通の用として栄えた。船橋塾に流れる海老川の川口部は船橋浦と呼ばれ、船着き場として利用。魚介類。 米穀物などの食料品の一室を中心に、江戸への頻繁な船便があり、繁栄していた。1615年、徳川家康及び徳川秀忠一行が、船橋御殿に宿泊、県魚の港から、船橋浦が、名浦に指定される。宮古川周辺においても江戸時代末期頃から、海運業が盛んとなり、有機浦と呼ばれていた河口は、上りと浦、もしくは、 蘇ガヤ浦といった港と呼ばれ、都川の水運で運ばれた物資を、江戸へと船で運ぶ拠点となっていた。江戸時代後期の浮世絵師である、葛飾北斎の、富岳十六景の、塔浦には、浅瀬で潮干狩りを楽しむ人々や、海で一杯になった桶を、得意げに運ぶ漁師など、当時の活気が描かれている。上りと浦は、江戸築地に、土産場を持ち、 年貢米や、海産物を、房総半島から江戸に、海上輸送する拠点の一つとなった。県の誕生と、港湾指定、明治初期の1873年に、千葉県が誕生し、周運の中心市場庁に県庁が置かれ、政治交通の中心として栄えた。1894年には国鉄による、総武鉄道の開通により、海運は全寺鉄道に移行し、 港は次第に衰退していった。1910年、県は宮古川河口を呼び全面水域を水深2メートルに浚渫して船溜りを設け、民間資本でこの船溜り沿いに11万平方メートルのデズメて地を作り、土産場を移して港湾としての単所的形態を整えた。 1922年5月27日、内務省国時代131号により、港湾指定を受けた。これが、後の、千葉港となる。千葉港の開港港を境丸1940年には、東京湾臨海工業地帯計画が内務省土木会議で決定され、その一環として、 千葉市毎町地先海面300ヘクタールの埋め立てを計画し200ヘクタールの埋め立てを行う。翌年の1941年、船橋に流れる海老川河口の両船溜まりを4年継続で、水深2メートル、面積1万6800平方メートルに整備。1947年12月26日、小名浦に指定され、漁港として栄えた船橋浦周辺は、 船橋港、市川港と呼ばれ、運輸省国時第349号港有水面埋め立て法により、指定公案となった。さらに翌年の1948年7月16日、千葉港及び船橋、市川港の高速法に基づく港域が決定され、その後、川崎製鉄株式会社を今井町地崎埋め立て地に誘致し、 千葉県土木部千葉港湾建設事務所を設置した。1953年3月25日、千葉港及び船橋港の港湾区域を決定し、千葉県が千葉港及び船橋港の港湾管理者となった。港湾法に基づき千葉港及び船橋港が地方港湾に指定され、同年6月には千葉港路、白地、川崎正面岸壁が完成。 同月13日、最初は民間船として、第二次世界大戦時には、嫌い敷設艦として、多数の潜水艦を撃沈、その後営洋商業公開船として運用された第一戦港栄丸が入港した。千葉港管理条例が制定し、千葉県警水上発出所、銚子速攻所千葉分室、東京海上保安部千葉分室、横浜税関千葉出張所が設置された。 同年9月27日公安運送事業法に基づく西種に指定され、1954年2月27日には法務省令第14号により出入国管理令上の出入国港に指定、同年3月20日高速法に基づく特定港に指定された。1953年7月1日、千葉港が政令第150号により国際貿易港として、 関税法上の開港に指定。これにより後の1982年10月に、千葉港開港記念日を7月1日として制定された。企業進出と特定重要港湾1954年10月23日、東京電力株式会社を誘致し、30万5千120平方メートルの埋め立て工事に着手する。1955年6月8日、 こういう水面埋め立て法に基づき、工業公安に指定。翌年の1956年5月20日、公安法に基づく重要公安に指定された。同年9月18日には、5位、市原地区618万4000平方メートルの埋め立て工事に着手。これらの工事により、公安区域が拡張され、千葉市及び市原市の一部地先海面が、 公安区域となった。1958年4月10日、運輸省令第10号により公安調査規則上の公主公安に指定された。1960年3月30日には、県営デズ内港1号ウアヤが完成し、共用を開始。5位、市原地区の埋め立てが完成し、電力、石油、造船、化学、電気、その他などの工場が進出し、 一部が創業を開始した。船橋、市川地区も、同様に埋め立て工事が進み、久保立工株式会社など各種企業が進出した。さらに、5位、姉崎地区1428万1000平方メートルの埋め立て工事に着手した。丸善石油株式会社、電化石油株式会社、日産石油化学株式会社、 日本ソーダ株式会社、宇部鉱山株式会社、極東石油株式会社、三井石油化学株式会社、井出光鉱山株式会社、東京電力株式会社、住友千葉化学株式会社、日本板ガラス株式会社、東製ま株式会社などが進出した。埋め立て工事により、公安法に基づく公安区域が変更され、市原市崎海面が、 公安区域となった。1962年3月28日、県営出津内港に号ーウアヤが完成し、共用を開始した。同年10月1日県益法上の県益港に指定され、1965年4月1日公安法に基づく特定重要公安に指定された。船橋港、市川港の編入と開港千葉港の不当と富士山。 日本カーフェリー株式会社が市原川崎間に就航した。運輸省千葉港工事事務所、長式商大千葉速工所が設置され、その後、袖ヶ浦千崎401枚2000平方メートルの埋め立て工事に着手。富士石油株式会社、住友千葉化学株式会社、日本林産株式会社などが進出した。1966年10月1日には、 船橋、市川港が港湾運送事業法に基づく西港に指定。高速法に基づく港域が拡張され、植物貿易法上の指定港となる。中央地区の埋め立て工事に着手し、608万平方メートルを造成、内外防腐等を中心に、商工地区のほか、サイロ、製粉など食品コンビナート、流通団地、 自動車団地、幸い町住宅団地などが整備された。1968年6月1日、船橋、市川港が千葉港に編入された。港湾区域が拡張され、市川市の一部、船橋市、奈良市の市、千葉市、市原市、袖ヶ浦町の一部の五市一町地先海面が港湾区域となる。長浦農林干宅地が工業用地に転換。 同年8月に KOC バースが竣工した。千葉中央不動栄岩壁が完成し、共用を開始。1969年3月には、千葉西部地区に、小住宅地を目途に719万平方メートルの埋め立て工事に着手。同年4月30日、県営デズ一号上屋が完成し、共用を開始した。船橋地区公共外房不動を計画し、 船橋中央 A 地区137万9000平方メートルの埋め立て工事に着手した。また、川崎製鉄沖合169万8000平方メートルの埋め立て工事を開始した。同年9月1日、船橋市,市川港が家畜伝染病予防法上の指定検疫物のワイリシ抵抗となる。港湾区域が拡張され、袖ヶ浦町地先海面が、 港湾区域になった。千葉成功会が、千葉港区の海面及び港湾用地における清掃や、船舶の廃油処理などの業務を行うため設置され、千葉港廃油処理場が、市原しごい南海岸に完成し、共用を開始。1970年11月、千葉中央埠頭に、県営一号ウわやが完成し、共用を開始。家畜伝染病予防法に基づく、 指定校となる。千葉中央埠頭、B、C 岩壁が完成し、共用を開始した。千葉市川崎町地崎工場用地、第2期埋め立て工事、京葉東地区埋め立て工事を開始。人海焼却場、デズふ頭、DE 岩壁が完成した。さらに、千葉徳島間の定期航路、オーシャンフェリーが就航した。1972年7月10日。 船橋市川港が政令第279号により関税法上の開港に指定された。船橋市川港が植物防疫法に基づく指定港となる。1975年8月21日、活南西功会が活南区域の海面及び港湾用地における清掃の業務を行うため設置され、同年7月10日。 高速法に基づく船橋、市川港の港域が、千葉港に編入され、くず南港区となる。港湾区域が拡張され、市川七崎海面が、港湾区域となった。千葉港の本格的整備、昭和後期に入ると、千葉港区、葛南港区ともに、本格的施設整備が始まった。1972年から1988年の間に完成し、 供用を開始した施設を下記にまとめる。航空燃料暫定輸送鉄道ルート案略図1973年から、新興信号所が、航路完成業務を行っていた。新興信号所は2012年3月13日から、千葉中央港信号所にその役割を移管し、現在は稼働していない。1979年4月6日には、 ソガ地区に廃棄物最終処理場、千葉西部地区、第二航空の埋め立てが竣工また、1966年、千葉県成田市での成田国際空港の建設が決定。内陸にある成田空港へ大量の航空燃料を供給するため、港内の石油ターミナルから、 航空燃料パイプラインを整備することが計画されていたが、沿線住民や自治体の反対により工事が進められないまま1978年5月20日に開港を迎えた。そこで開港から当面の間、1日あたり約5500キロリットルの航空燃料を鹿島と千葉の臨海工業地区から 成田市の土屋石油基地までを鉄道で、そこから空港までを延長約 8km の暫定パイプラインで、それぞれ輸送する体制が組まれた。1983年8月8日に、千葉高等石油ターミナルから成田空港までを直接結ぶ、延長約 47km の本格パイプラインが、稼働を開始し、暫定輸送は終了した。 2019年現在に至るまでパイプラインによる輸送が続けられている。1986年6月15日に千葉県民500万人突破記念として千葉中央府島内に千葉ポートタワー及び千葉ポートパークが完成、オープンした。千葉港の発展と現在平成時代に入ると千葉港区、葛南港区ともに大規模施設、港湾緑地整備が始まった。 1989年から2014年の間に完成し、共用を開始した施設を各期にまとめる。千葉中央港旅客船、三橋1989年6月15日、港湾視察船、若潮が県民の日に就航した。さらに、同年10月9日には幕張地区に国際業務都市としての先導的中核施設である。 国際見本市がオープン。それに伴い、千葉港においても大規模施設、港湾緑地整備が相次いだ。二サ基地の増設をはじめ、1994年6月には、コンテナターミナル及びコンテナフレートステーション開設。一期で運用してきたガントリークレーンが1997年3月に増設され、二期による運用となり、 二役時間の短縮化、二役機能の強化を図る。これらの整備により同年から2001年までの間、貨物取扱い量において、連続で全国第一位となり、日本有数の国際貿易港として、大都市圏の経済活動に大きく貢献する、港へと成長した。その後も、不当の整備が続き、2004年7月、改正 SOLAS 条約に対応した。 不当保安対策を開始。2005年11月には、千葉中央不当 G 岸壁の防原材付け替え工事が完了し、4万トン級の大型船2隻が、毎週交互に寄港を開始した。2011年4月1日の港湾法改正により、特定重要港湾から、国際拠点港湾へ名称が改正された。その後、市川市塩浜一丁目の一部の区域を、 市川市都市計画林構築として決定。2016年4月には、千葉港港湾緑地及び、千葉中央港旅客船桟橋の一部供用を開始した。2017年1月、千葉校長期構想を策定。同年3月には、千葉中央地区の一部の区域が、千葉市都市計画林構築として決定。2018年3月24日、 国土交通省港湾局は、千葉中央地区の一部を、港オアシス千葉港として、港オアシスに登録。千葉港において、港内遊覧船の旅客船ターミナルや緑地を、中心とした、地域住民、観光客への浸水空間の提供など、さらなる地域振興に向けた取り組みを行う。千葉港シンボルマーク千葉港開港記念日を記念して、シンボルマークが制定された。 マーク外側の C は、千葉の頭文字の C を、地球儀は、国際港として飛躍する。千葉港のイメージを、中央の船は、世界の港との交易を表現している。ポートクイーン、千葉千葉港の振興、発展を願い千葉港が開港した1954年から、ミス千葉港コンテストが始められた。県文化会館には1700名もの監修が、 会場を訪れ、豪華商品が贈られた。当初から水着審査が行われ、会場が稲毛海浜公園プールへ移る。また、ミス、純ミス千葉港のお披露目として、千葉港中央地区、栄町通りや市原地区で、オープンカーによるパレードが行われた。このミス千葉港は、男女雇用金等法の改正などを受けて、コンテストの見直しをし、46回をもって、 ポートクイーン千葉へと2000年ミレニアムを節目に引き継がれた。近年では千葉県観光大使としても様々なイベント活動を行っている。千葉港大量祭り1995年11月頃に千葉市地方卸売市場開設35周年記念市場祭りを開催し、2013年10月頃37回目となる千葉市民産業祭りが開催される。 2015年に、千葉港三橋が完成する予定で整備が進められ、その完成を前に、千葉市、千葉県の魅力をアピールしようと、千葉港大量祭りとして、中央港地区にて開催。120以上ものブースが、千葉ポートタワー及び、港エリアに立ち並び、数多くの海産物、農産物など、旬の地場産食材が販売及び無料配布される。 模擬り体験や音楽演奏、特別船の一般見学会、千葉港の特別クルーズなどが行われる。千葉ポートタワー1986年6月、千葉県民500万人突破の記念として開設。その後、千葉港のシンボルタワーとしての役割を担う。2011年、恋人の聖地に、選定。2012年、日本夜景遺産に認定された。 レズフトをー岸壁に停泊する第3春丸。県営ウアヤ14棟、46,782平方メートル、三沢基地391,595平方メートル、野住城377,374平方メートルが整備されている。千葉中央不頭においては、1994年6月、 コンテナターミナル開設以来、一機で運用してきたガントリークレーンが、平成9年3月に増設され、二機による運用となる。公共計線岸壁は、総延長11,240メートル。物上げ場などは、総延長8,339メートル、94バース。千葉港の主要な取扱い貨物は、原油、石油製品、LNG、鉱材、 重油、鉄鉱石などであり、重化学工業の産業機能集積工となっている。臨海部の埋め立てと、企業誘致によって拡大してきたことから、企業専用施設が多く、現在でも、港湾取扱貨物の9割以上は、企業専用岩壁で取り扱われている。港内の石油ターミナルから、成田国際空港までパイプラインが伸びており、航空燃料の荷上げが行われている。 千葉港、サンセットクルーズ主に旅客船は、ケーズハーバーに隣接した千葉中央、港旅客船三橋から運航されている。千葉港1号、三橋及び二号三橋より発着する。千葉港湾に位置する、マリーナ及びヨットハーバー一覧。1980年7月18日姉妹港提携を結ぶ。千葉中央不当に、 千葉港船員サービスセンターを開設し、同年11月17日に有効親善を呼び、文化、社会、経済交流を通じて、両港の発展を図るため、アメリカオレゴン州のポートランド市と姉妹港を提携した。以来、相互に有効親善や情報交換を行っている。千葉港とポートランド港の輸出入品目の主なものは、麦、非金属鉱物。 化学肥料となっている。2011年11月には、ポートランド港湾局関係者が来日し、千葉港の視察が行われた。千葉港の工場夜景は2016年12月に、日本八大工場夜景として、千葉市が認定。さらに、2018年10月には新たに、日本十一大工場夜景として、市原市が認定されており、 千葉中央港旅客船桟橋からは、工場夜景クルーズが運行している。千葉ポートタワーをはじめ、海ホタルパーキングエリア、木更津観覧車、パーク木ラピアの観覧車などからも、工場夜景を楽しむことができる。競技の千葉港は、千葉中央不頭周辺を指す。取扱い貨物量は164,060トンにて、世界第6位。原書。 シッピングスタティスティックスイヤーブック19992010頭出展アメリカンアソシエーションオブポートオーソリティズ内外貿、合計貨物量でのランキング貨物取扱い量は全国第2位貿易額は景品名古屋阪神に次いで全国第4位入港船舶席数は全国6位入港船舶総トン数は景品名古屋阪神に次いで 全国第4位、港湾空間規模は、全国1位。日本港湾協会、港湾、物流データ。www.phaj.or.jp。2019年2月14日閲覧。千葉県。千葉港の法令上の区域と。千葉県。2019年2月27日閲覧。千葉市。千葉港イベント情報。千葉市。 2019年2月27日閲覧。千葉市中央区。fusa nokuni.web.fc2.com、OK。2019年2月13日閲覧。漁港一覧、水産庁。www.jfa.maf.go.jp。2019年2月27日閲覧。船橋漁港、船橋ロケーションガイド。 www.city.funabashi.lg.jp2019 年3月20日閲覧。釣り場の検索から海の釣り場情報。釣り場インフォ2019年2月27日閲覧。袖ヶ浦湖い舞岩壁の釣り場。初心者も子供連れも安心。千葉県のおすすめ海釣り場ガイド。 2019年2月27日閲覧。un, ロコド。www.jstpro.org.2019 年2月13日閲覧。 第三管区会場 HTTPS www.kaiho.mlit.go.jp スラ3 k a n k u スラインフォメーション AIS コード PDF ハットマリントラフィックグローバルシップトラッキングインテリジェンス AIS マリントラフィック www.marinetrafic.com2019 f 年2月27日閲覧千葉市、ちょび定石千葉市2019年2月13日閲覧 ab 千葉港の移り変わり https コロンスラッシュスラッシュ www.pref.tiba.lg.jp スラッシュ kendosei スラッシュ meiji150 スラッシュドキュメンツスラッシュ1 1 t i b a k o l 1 p d f ハット ab 千葉県03千葉港と千葉の港千葉県2019年2月13日閲覧 地域の歴史と文化財。船橋市ホームページ。2019年2月13日閲覧。葛飾北斎、富岳36系解説付き。葛飾北斎、富岳36系解説付き。2019年2月13日閲覧。千葉市、千葉市の歩み、年表。千葉市。2019年2月14日閲覧。 千葉ポートタワーの展望スペースには、千葉港に立ち寄った、港久し丸の模型がある。千葉港開港記念日。w w w p r e f h i b a l g j p 2 0 1 9年2月14日閲覧。千葉港の移り変わりに https。 w w w p r e f h i b a l g j p スラッシュ k n d o s e i スラッシュ meiji150 スラッシュドキュメンスラッシュ 12tibakou2.pdf 千葉県千葉港の歩み千葉県2018年8月25日閲覧千葉航路管制信号施設の移転につきまして海上保安庁 2018年8月25日閲覧。AB 航空燃料輸送システム。日本空港給油株式会社。2018年8月25日閲覧。大坪継承。東京新聞千葉支局。江戸ドキュメント成田空港傷だらけの15年。東京東京新聞出版局。 ピアニッシモ141から143、151から164,174から176,219から221、三新東京国際空港の整備。w w w m l i t g o j p 2 0 1 9年2月14日閲覧。 千葉県企業土地管理局 HTTPS コロンスラッシュスラッシュ w w w p r e f h i b a l g j p スラッシュ kigyou スラッシュ soumu スラッシュ annai スラッシュ documents スラッシュ2018パンフレット 3pdf 千葉県1千葉港の外境千葉県2019年2月14日閲覧報道発表資料 港オアシス千葉港をにぎわい拠点として、新規登録地上113メートルから望む、日本夜景遺産と海辺の観光拠点、国土交通省、w w w m l i t g o j p 2 0 1 9年2月14日閲覧、千葉港改修工事、www.kokuso.com u 2019年2月27日閲覧。ポートクイーン千葉、千葉県は、千葉港の観光大使。ネイバーまとめ。2019年2月27日閲覧。ポートクイーン、千葉チャンネル千葉とピ。ニュース。c h i b a t o p i j p 2019年2月27日閲覧。千葉市中央卸売市場概要 千葉水産物中卸協同組合。www.chibauo.jp。2019年2月27日閲覧。第37回千葉市民産業祭り3年ぶりの大イベント。chiicomi.com。H I I C o M I.. D T、2019年2月27日閲覧。千葉市。千葉港祭り。2018のお知らせ。 千葉市。2019年2月27日閲覧。千葉港エリアガイド。CHIBAMYNATO-AREA.com。2019年2月14日閲覧。関東のマリーナヨットハーバー。帝国一覧マリン情報オリップルタウン。r i p p l e t o w n j p 2019年3月1日閲覧。千葉県。 千葉港の姉妹港、ポートランド港。千葉県。2019年2月14日閲覧。千葉市。千葉市の工場夜景。千葉市。2019年1月8日閲覧。ありがとうございます。